おお、本当に画面に色がない。今これは Osmo Pocket 3を使って、D-Log-M で撮影します。10ビットの D-Log-M を使ってログ撮影しています。で、まあ実際編集時にまた、ラット当てて、公式のラット当てて色戻していくんですけど、この Osmo Pocket 3を使ってのログ撮影、実は初めてで、まあほとんど僕普段ミラーレスカメラで撮影するときもログ撮影ってあんまり、使う機会というのがないんですけど、今回初めてこの Osmo Pocket 3を使った、D-Log-M を使った、動画撮影やっていこうかと思います。そもそも久しぶりになんか動画撮影している気がするんですが、さっき確認したら、5月2日かな？ゴールデンウィーク中の5月2日にアップしたのが、どうも最後で、今日が、5月12日なんで、約10日ぶりの動画撮影になります。まあ、ゴールデンウィーク中もちょっと忙しかったということと、あと、仕事以外でもちょっと今バタバタしてたのと、あとね、ちょっと体調が悪くて、まあ、体調が悪くてというか、体は全然元気なんですけど、もう喉の調子がもうここ3ヶ月ぐらいずっと咳込む状態が続いていて、熱とか、他の症状っていうのは全くないんですけど、本当に特に何の症状もないんですが、こう喋っていると、喋り続けていると、もう咳が止まらなくなるっていうのが、もうここ3ヶ月ぐらいずっと続いてて、まあ、動画撮影してても、こうちょっと結構咳込んだりなんか、することもよくあって、ちょっと動画撮影するのが少し、離れてたんですけど、また少しずつ、動画撮影始めていこうかなと思います。すいません。ちょっとまた咳込みそうなんですが、こんな感じでね、咳止まんないんですよね。で、コロナの検査はやってないんですけど、特に発熱も、全くこの間、してないし、体がだるいだとか、なんか他に症状があるっていうところも全くないんですけど、本当に咳込む、咳が出るっていう症状だけが本当この3ヶ月ずっと続いていて、ちょっと動画撮影するのにもね、辛かったりなんかして撮影できてなかったんですけど、まあリハビリに兼ねて、これからも少しずつアップしていこうかと思います。あ、ちなみに今日は5月12日日曜日です。さあ、というわけで朝マック行ってきます。もうこのオズボケ3での動画撮影ってめちゃめちゃ楽ちんなんですね。もうこのカメラ使い出すとなかなかミラーレスカメラみたいな大きいカメラを外に持ち出しして撮影するっていうのが本当億劫になってくるんですけど、ただ撮影しててやっぱ楽しいのはああいったミラーレスカメラなんですね。もう手抜き撮影するときは本当このオズボケ3最高です。画角がなんか一発で、構図が一発で決まらないっていうちょっと欠点があるんですけど、もうそのあたりは慣れかと思ったりしてます。いつものチキンマックマフィンコンビに、アイスコーヒーにしようかな。アイスコーヒー。で、カスタマイズで、ブラックで決定。では、アイスコーヒーからいただきます。うまい。チキンマック。色味がどんな感じで出るんだろう。いただきます。うまい。ただ液晶面はほとんど色がついてない状態なので、美味しそうに見えないです。ごちそうさまでした。今は曇り空で雨降ってないんですけど、今日はお昼頃から雨予報です。本当に液晶画面に見る限り、ほとんど色がついてなくて薄い色なんですけど すいません、色なんですけど、これがちゃんとラット当てるとどんな感じで色が戻るのか、非常に編集時が楽しみです。15時を回りました。ちょっとやぶようで出かけたついでに、スタバでお茶してくるんですけど、やっぱり昼から雨降りました。うわ、雨やばいやばい。雨がやばい。いただきます。あ、うまい。岡モーターさんに到着しました。先週か、木曜日にキャンピングカージル520の修理に出してたんですけど、完成したということで取りにやってきました。まあ、修理箇所っていうのは、以前にもちょっと紹介したかと思うんですけど、排水タンクのドネのとこなんですけど、そこから水漏れ少しずつしてて、キャップしてても水が止まんなくて、ちょろちょろとこう垂れ流し状態になってたんですけど、もうそこのシャッター変えようということで、パーツ交換してもらいました。この奥にあるかな。車発見。で、その横で、
これは多分今エアコンの取り付けをやってるんだと思います。支払いも終了したんで乗って帰ります。帰宅前に燃料が少なくなってたんで給油して帰ります。今日の軽油価格ですが、いろいろと割引入れて、リッター133円。で、実際ここからもうあと1、2円多分引いてくれるはずなんで、130円はちょっとギリギリ切らないぐらいの価格です。一応満タンで。給油完了しました。61.21リットル。まあまあ入りました。帰宅しました。やっぱり定位置にキャンピングカーがないとなんとなく駐車場も寂しい感じがするんですが、で今回の修理箇所なんですけど、この左、後ろのタイヤのすぐ、後ろぐらいにここに排水タンクがあって、まあ、中で使った水をここに、まあ、排水タンクの方に溜めて、である程度溜まったらこれを排水して出してやるというようなものになってるんですけど、ここの、排水口はね実はここにあるんですね。ちょっとわかりにくいですけど。で、ここのキャップを開けてやって、で、この下にこうレバーがあるんですけど、このレバーをガチャンで引いてやれば、こう水が出るようになっています。で、これが、こう、レバーを引かずにちゃんとシャッター閉めた状態で、キャップしてても今までちょっと水がポタポタと、ちょっとこう漏れてきてる状況だったんですが、これをね、今回パーツ交換することで、修理してもらいました。こうすればわかるかな。ここに。シャッターのこうレバーあるんです。これをこう引いてやれば、シャッター開くんですけど、これ今水入ってるのかな？今これポタポタ落ちてるのは、走行中今ちょっと雨降ってるんで、走行中に下回りが濡れたんでポタポタしてるんですけど、ちょっと引いてみましょうか。いきます。せーの。あ、あるある。あ、今ね、ちょっとだけ多分水入れてくれたと思うんですけど、今のところ確認した限りでは水漏れないようです。ちょっとまあ、また晴れた日にこの辺りもう一回ね、水ちゃんと入れて、確認やっていきます。それでは本日の予定終了したので、久しぶりにキャンピングカーの中で飲みたいと思います。宝の焼酎ハイボール。これは沖縄シーカーサーです。では、いただきます。今日も一日お疲れ様でした。ああ、うま。今日は朝から DJI Osmo Pocket 3でカラーを 10bit の D-Log M を使って設定して撮影してみました。まあ、本当にまだちょっと使い慣れてないというところもあって、まあ、液晶で見える色味っていうのがね、ほとんど色がないような、表示のされ方してるんで、ちょっと違和感があるんですけど、まあ、実際には編集時にラット当てて、まあ、色を戻していくような形になるんですが、まあ、どんな色味になるかっていうのがね、非常に楽しみです。それからこの D-Log M 設定時に、まあ、暗所撮影、まあ、暗い場所で撮影した時にね、どんな感じでノイズが出るかっていうのもね、非常に楽しみです。まあ、もともとこのジンバルがついてるということもあって、まあ、手ブレ補正に関してはかなりね、優秀な機種になるんで、まあ、滲みであったりだとか、まあ、暗所の滲みであったりだとか、そういうところっていうのは、他のアクションカムと比べてね、非常に綺麗に出ると、綺麗に映ってるかと思うんですけど、まあ、そのあたりもね、今後少しずつ、試し撮りしながら、確認していこうかと思います。結構ね、いい感じだったら、まあ、ちょっと一手間あるんですけど、この D-Log M 使うっていうのもね、今後ありなんじゃないかなと感じております。はい、というわけで本日以上となります。また感想とコメントいただけると非常に嬉しいです。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。